スタートしました12番のムーンクエイク後方ロードクエスト最後方です横に広がった先行争いの中から今日もいった11番イエローマリンバまずは先頭に立ちます外から18番のセイブン2番手前を行かせました内に3番マルターズアポジーさなく9番のテザ・クラウンその後5番のキングハート6番アマルフィコースト中段の一角に7番のガンチャーレ内からは2番のノーバン外から8番マイスタイル上がっていきます あとは4番カルバリオ10番モズアスコット坂の頂上から下りへ中段後ろまで巻き返しました1番のロードクエスト外から並んでいく17番ダイアトニック前半600は34秒6で入っています後方13番のキャナルストリートがいてあとは16番のモーニンこのインコース14番のタイムトリップ外から15番のスマートオーディン後ろから2番手にいたんですが進出開始です最後方12番ムーンク,エイク 4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます、11番イエロー・マリンバが先頭、外からセイブン・構成。楽な手応えで9番テザ・クラウンが先頭に並びかけます、内3番マルターズ・アポジー、外からはキングハート、さらにマイスタイル、そしてモザー・スコット、先頭抜けるが9番テザ・クラウン、外からマイスタイル、大きく離れた外から一気に17番のダイアトリック、そして10番モザー・スコット、モザー・スコット、ダイアトリック、マイスタイル、モザー・スコット、ダイアトリック、マイスタイル、イイイル並んでゴールイン。 最後のひと伸びはライアトリックですが10番モザースコットとここは接戦内8番マイスタイルも抵抗していますさあこの3投どうか